こんにちは、シュウキです。今回紹介するデッキはティスティナ・アクア・アクトレスです。水属統一の2テーマを組み合わせてみました。アクアリウム永続魔法をティスティナの保証で破壊することでサーチと蘇生を同時に行えます。ティスティナはアクアリウムのサポートは受けられませんが、耐性付与したアクア・アクトレスとともに場持ちのいい展開が可能です。それでは対戦の方を行っていきたいと思います。対戦よろしくお願いします。愚かな埋葬。フォトンジャンパーを墓地へ送る。ジャンパーの効果。ギャラクシーハンドレットを手札に加え。発動。エクストラデッキ持ってかれるとちょっと厳しいんだよな。フォトンドラゴンを墓地へ送り、ターン終了。ドロー。神域バーティスティナを発動。効果で結晶神ティスティナを墓地へ。半神の効果。手札から特殊召喚。ティスティナの抱擁を手札に加えます。息吹発動。猟犬を通常召喚。息吹の効果。猟犬を裏守備にして保証を手札に加え。召喚。カードをセットして保証の効果。伏せカードを破壊し、昇進サーチ。アクアリウムセットの効果。墓地の結晶神ティスティナを特殊召喚。通常召喚しちゃいけなかったか？保証を特殊召喚してれば、昇進出してワンキルだったんですけど。バトル。保証でダイレクトアタック。結晶神でダイレクトアタック。半神でダイレクトアタック。カード2枚伏せて、ターン終了。羽暴起。そしたら変装を発動。フォトンドラゴンを除外します。で、伏せカード全滅。神域バーティスティナの効果。結晶神を特殊召喚。ギャラクシーハンドレッド2枚目。フォトンジャンパーを墓地へ。ジャンパーの効果。ギャラクシートランサーを手札に加えて発動。ギャラクシーウィザードとフォトンジャンパーを特殊召喚。使いどころここだよね、多分。裏守備にして、表側のカード全滅。リリースしてアドバンス召喚。フォトンバニッシャーを特殊召喚。で、ギャラクシーアイズフォトンドラゴン。からのエクスペディション。まだいろいろ持ってたか。もうちょっと使うタイミング後だったかな。エクシーズ召喚プライム。で、バトル。プライムフォトンの効果。さらにアフターグロウの効果。フォトンドラゴンを特殊召喚。ギリセーフか。ここでネオギャラクシーにする。リンク召喚ソルフレア。フォトンジャンプを手札に加える。なるほど、これをされると裏守備にできないのか。けど、3000以上とかで殴ればそれで終わりか。エクシーズ召喚、インフィニティダークホープ。グスタフでもよかったですね。あ、そっか、もうソルフレアの効果をすでに忘れてた。今のはちょっとプレイングがおかしかったですね。半身を手札に加える。反転。半身を特殊召喚。効果で。息吹サーチ。発動。息吹の効果。猟犬を裏守備にして帰り後サーチ。帰り後の効果。レベル10にしてグスタフマックス。効果で2000ダメージ。
はい、対戦ありがとうございました。プレイングがちょっと危うかったのと、まあ地味ですけど一応アクアアクトレスの活躍はしましたね。対戦よろしくお願いします。アクアリウムステージを発動。アクアアクトレステトラを通常召喚。増殖。テトラの効果。アクアリウムセットを手札に加えます。セットを2枚発動。さらにライティング。で、ターン終了。慧眼の魔術師。バトル。何狙いだ？自爆。アクアリウムライティングを把握してなかったのか。よほど手札が悪かったか。というか、ステージもいるので、相打ちも無理ですね。ドロー。テトラの効果。アクアリウムステージを手札に加えます。バトル。テトラでダイレクトアタック。ターン終了。ドクロバットジョーカー。覇王門の魔術師を手札に加え。発動。破壊して。覇王門ゼロを発動。川柳の魔術師。スケール揃わなくない？ドロー。テトラの効果。ライティングサーチ。ティスティナの息吹を発動。効果でテトラを裏守備にして、半身サーチ。テトラ反転。半身を手札から特殊召喚。効果でバーティスティナを手札に加え、効果発動。保証を墓地に送り、決勝神ティスティナを特殊召喚。決勝神の効果、裏守備にして、残りを墓地へ。保証の効果。ここで墓穴。蝕む光ティスティナをエクシーズ召喚。ティスティナの効果。裏守備のカードを墓地へ。エクシーズ素材を取り除き火力アップ。で、バトル。テトラでダイレクトアタック。蝕む光でダイレクトアタック。はい、対戦ありがとうございました。対戦相手のプレイングがちょっと疑問だったけど、まあこっちは比較的良かったんじゃないでしょうか。対戦よろしくお願いします。カードを3枚伏せてターン終了。エンドフェーズにワナビー。トラップカードを伏せるカードですが、トラップが引けない。ダイノルフィアとラビリンスなんですかね。ティスティナの落とし子の効果。バーティスティナを発動。覇王竜の魂。ザークを特殊召喚。覇王竜の魂がいるので、魔法が使えないんだな。まあ、やれることやっときましょうか。アクアアクトレステトラを召喚。テトラの効果。アクアリウムステージを手札に加えます。ティスティナの息吹を発動。覇王竜の魂。それはうららで止めます。ダイノルフィアフレンジ。融合してくるんだったら増殖。レクスタームを融合召喚。覇王竜はうららで向こう。アクアリウムステージがあるので、アクアリウムはレクスタームの効果を受けないな。バーティスティナの効果。猟犬を墓地に送ります。保証召喚。保証の効果。破壊して、半身サーチ。半身の効果。手札から特殊召喚して、変装サーチ。
モンスター効果は使えなくなりますが、魔法は使えるので、息吹の効果。裏守備にして、昇進サーチ。帰り後の効果。はい、対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。何もせずにターン終了。ドロー。アクアアクトレスクッピーを通常召喚して効果発動。アロワナを特殊召喚。アロワナの効果。テトラを手札に加えます。ティスティナの息吹を発動。半身の効果。手札から特殊召喚。バーティスティナを手札に加えて発動。猟犬を墓地に送ります。保証の効果。手札から特殊召喚。猟犬の効果。手札から特殊召喚。息吹の効果。猟犬を裏守備にして、決勝心をサーチ。保証の効果。猟犬破壊して、抱擁サーチ。リンク召喚、コーラルアネモネ。アネモネの効果。グッピーを特殊召喚。グッピーの効果。テトラを特殊召喚。テトラの効果。アクアリウムセットを手札に加えて発動。バトル。テトラでダイレクトアタック。グッピーでダイレクトアタック。保証でダイレクトアタック。半身でアネモネ。決勝神ティスティナをアドバンス召喚。カードを1枚伏せて、ターン終了。羽暴起。意味はないけど、抱擁発動。いろいろ破壊。アクアリウムセットの効果。バーティスティナの効果。決勝神ティスティナを特殊召喚。アクアアクトレスアロワナを特殊召喚。黒の魔導陣。サウザンドナイフを手札に加える。幻想の見習い魔導士を特殊召喚。サーチは止めとこうかな。はい、対戦ありがとうございました。